とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は装備の説明書をやっていきたいと思います。今日紹介する装備は、これですね。ハープクロスボウです。ハープクロスボウは、乱射のクロスボウのユニーク装備となっております。乱射のクロスボウのユニークは2つあって、輝くハープクロスボウとハープクロスボウ、この2種類ですね。輝くハープクロスボウのユニークスキル、長弾1です。そしてハープクロスボウ、これが発射数が増えるというやつですね。長弾1は、跳ね返る確率が 20%。ちょっと低めですよね。で、ハープクロスボウは確実に矢が5発出ます。この5発っていうのがものすごく便利なんですよね。で、発売から、クールダウンショットやアーティファクトチャージ、ああいうのが出るまでは最強の弓という風に言われておりました。まあ、クールダウンショットとかが実装されてからは、ちょっとね、影が薄くなった感じですけども、俺は最近ものすごく注目しております。それではおすすめのエンチャントに行きましょう。絶対に入れた方がいいエンチャント。マルチショットです。マルチショットは絶対に入れた方がいいです。マルチショットの発動率は 40% なんですけども、これ、矢1本ずつに 40%、40%、40% という風に確率が乗ります。なので、ほぼほぼ 100% マルチショットが発生します。5本プラス矢が出ますので、10本の矢で攻撃することができますので、攻撃力が単純に倍です。マルチショットは絶対に入れるようにしてください。これは間違いないです。そして、現環境でなんですけども、現環境で言うならば、貫通とダイナモ。これも絶対に入れた方がいいです。貫通ダイナモで無限ダイナモ。めちゃくちゃ強いです。本当にね、最近これが最強じゃないかなって思いますもんね。むちゃくちゃ強い。ただし、修正される可能性はあります。修正されるともう使えなくはなると思うんですけども、どうなんでしょうね。前は、別のね、方法で無限ダイナモがあったんですけども、見事に修正されたんですよ。今回はどうなんでしょうね。できれば修正してほしくないんですけども、まあ、修正されなければ、貫通とダイナモ。これ、間違いないです。強いですよ。そして、他にもおすすめはあります。基本的に攻撃力を上げていくと強いので、クリティカル、そして追い打ち、虚無なんかもね、合いますので、マッチしますので、入れた方がいいと思います。そして、弾数が多いので、長弾、そして連鎖反応、発射数が多くなりますので、これとの相性も抜群です。あれば入れてもいいと思います。そして、無限。これもね、いいんですよ。無限も合う。まあ、無限はどの弓にも合うんだけども、貫通ダイナモの無限ダイナモを使うのであれば、無限はいりません。雷の矢筒で攻撃するので、無限があっても意味がないんですよ。なので、状況によっては、無限は、いいも悪くもあります。それは覚えておいてください。あと、テンポシフトだね。テンポシフトも、まあ、単純に移動速度が速くなって、使い勝手がいいので、入れてもいいと思います。はい、ということで今日はこれ、ハープクロスボウの紹介をしていきました。ほんとね、最初の頃これ使う人ばっかりだったからね。みんなこれを使ってた。でもいつの間にか影が薄くなったけども、最近これまた来るんじゃないかと思っております。ただし、厳選は難しいですし、修正される可能性もあります。でも、今すごく熱い装備だと思っております。ハープクロスボウでした。ということで、またやってみます。結構よろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。